皆さんこんにちは、賃貸のお酒の中島です。本日私は木部川市国見台にございますファミール国見という 2LDK の賃貸アパートにやってまいりました。まずはこちらリビングスペースなんですが、こちらのリビングはですね、このようにオープンキッチンタイプとなっております。こちらのキッチンスペースはこのように上から下までですね、しっかりとキッチン用品を収納できるように収納スペースもございますし、シンクはもちろん広々、調理スペースも広々としておりますので調理の心配もございません。また冷蔵庫を置いていただくのも大体この辺りですかね。こちらにセットしていただければ料理の、動線もですね、障害されることなくしっかりと料理ができるかなと思います。またこちら、それ以外のリビングのスペースもこちらにテレビを置いていただいて、ダイニングテーブルを置いていただくと、まあ、ご家族皆様が集まっていただける団らんのスペースとしてもしっかりとご活用いただけます。またこちらの部屋はこのようにエアコンが1台設置されておりますので、とっても安心できますね。そしてこちら南向きのお部屋となっておりまして、こちらのスペースはこちらがですね、バルコニースペースとなっております。かなり広々としておりますので、洗濯物もしっかりと干せますし、南からの暖かい日差しもしっかりと入ってくる、そんなお部屋となっております。そしてこちらリビングのすぐ隣に行くんですが、その前にこちら、このようにモニター付きのインターホンも設置されておりますので、中にいながら外の様子が分かるので、セキュリティ面を安心していただきます。そしてリビングの隣はもう一つ洋室となっております。こちらの洋室はですね、収納がとにかく広いんですね。こちら奥行きがまずしっかりとございまして、私大人一人がしっかりと入れるぐらいのスペースがございます。横幅もバッチリとしっかりとございますので、コートをかけていただいて、こちらに衣装ケースなど置いていただいても十分にですね、ご活用いただけると思います。上もこのように収納スペースがございますので、ご安心ください。またこちらお部屋にですね、このようにアクセントクロスが採用されておりますので、とってもですね、おしゃれなそんなお部屋となっております。またこちらのお部屋、このようにですね、このようにこちら室内物干しが設置されておりますので、雨の日などこちらをご活用いただいて、こちらを、に洗濯物を干していただける、そういった形にもなっております。それではこちら、はい、こちらにもお部屋がございます。こちら6畳の和室となっております。こちらはですね、畳の表側の収納しておりますので、今とっても畳のいい匂いがしてるんですね。こちらはですね、畳が焼けないようにちょっと初めカバーさせていただいております。そしてこちら押し入れとなっております。押し入れはですね、なんとこちらからこちらまでという形で、とってもですね、広さがここからここまでということで、広さ横幅がしっかりとある、そんな押し入れとなっております。ただですね、こちらの上にはちょっと建物の構造上柱などが来ておりますので、ちょっと一部、奥行きが足りないんですが、それでもですね、一軒ほどの幅はしっかりとございますので、こちらの押し入れ収納力たっぷりのそんな押し入れとなっております。もちろん天袋もございます。ではそれ以外、水回りをご紹介いたしましょう。まずはこちらがですね、人気のシャンプルーターがございまして、そしてこちらには室内洗濯置き場もございます。奥はですね、こちらお風呂もございます。お風呂場にはですね、こちら、はい、換気用の窓もございますので、お風呂上がりにこちらの窓を開けていただいて、浴室の換気もしていただけます。そしてこちらの扉を開けていただくと、お手洗いもございます。そして玄関スペースですね、玄関スペースにはこのように下駄箱も設置されておりますので、靴の収納も心配はございません。はい。これだけ広々とした 2LDK の賃貸アパート、気になる賃貸条件は弊社ホームページをご参照ください。奈良のおもてなし奈良心、賃貸のまさきでは皆様のご来店をお待ちしております。また見てね。